年越し派遣村。年越し派遣村とは、複数の NPO 及び労働組合によって、組織された、実行委員会が2008年12月31日から2009年1月5日まで、東京都千代田区の日比谷公園に開設した、一種の、避難所である。政治的意図を持った、社会運動、越年闘争の側面もある。キャッチコピーは、日比谷で年末年始を生き抜く。 イベントの発起は、湯浅誠によると、同様の問題意識を持つ人たちと昨年暮れに、東京、飯田橋の居酒屋で飲んでいて、話が決まったという。2008年12月31日に、日比谷公園の霞門付近に開設され、自立生活サポートセンター、もやい、全国コミュニティユニオン連合会などが中心となって、組織された実行委員会が、炊き出しや生活、 職業相談、生活保護申請の先導を行った。また、ハローワークが業務を開始する1月5日までの簡易宿泊所を設置した。2009年1月2日には、実行委員会からの要請によって、厚生労働省が自制の建物内にある行動を、同省が業務を開始する1月5日の午前9時まで宿泊所として提供することになった。一方、 実行委員会では、1月5日以降の宿泊場所も、提供するよう同省に要請し、この結果、中央区に2カ所、練馬区と山谷に、各1カ所、計4カ所の臨時シェルター設置が決まった。同年1月5日、派遣村の撤収作業が行われた。期間中に、派遣村を訪れた失業者はおよそ500人、参加ボランティアは1680人、寄せられた。 義援金は2315万円となった。1月4日、厚労省と東京都は5日以降の簡易宿泊施設として、中央区経過スクエア体育館、中央区1おもえスクエア体育館、東京都石寺医学園用体育館、三夜地域越年越冬対策宿泊園後、事業なぎさ料を12まで提供し、毎日500人分の宿泊所と食事を提供することを決定した。 1>, 1月5日、全国労働組合総連合と日本自治体労働組合総連合ともに村民らが日比谷公園から国会議事堂までのデモを行った。1月9日までに派遣村に集まった人のうち223人が生活保護を申請し、大半の人間へ受給が決定している。12日以降は実行委員会が 東京都内の2つの旅館を借りて宿泊場所や食事を提供することを定めした。派遣村から移った都内の施設で、ハローワークが出張を実施している就職相談では、住み込みで働ける仕事を中心に4000件以上の仕事が紹介されている。9日までに給食の登録をしたのは125人と、生活保護を申請した約半数である。 当時の与党からは自由民主党の大村秀明、厚生労働副大臣と片山さつきが、野党からは民主党の菅直人、日本共産党の椎和夫、社会民主党の福島水穂、国民新党の亀井久沖、新党大地の鈴木宗夫などが派遣村を視察、スピーチする。これに関しては賛否両論がある。麻生太郎内閣総理大臣は1月3日、 厚労省行動の使用期限が切れる5日以降について河村武雄内閣官房長官に今は行動を使っているがその後のこともある対応に万全を期してほしいと指示した坂本哲司総務大臣政務官は本当に真面目に働こうとしている人たちが集まっているのかという気もした学生紛争の時の戦術戦略が垣間見えるような気がしたと述べたこの発言は 野党のほか、与党である公明党の太田昭弘代表からも批判を受け、坂本は翌日に記者会見を開いて発言を撤回し謝罪した。一方で、この発言についてインターネットの匿名掲示板上では用語論もあるという。石原慎太郎東京都知事は1月5日、年頭の挨拶で、この問題について厚生労働省はどう対応したらいいか分かっておらず、 結局、ボランティアや地方自治体が協力して、成果を上げた。本当に国は大事な現場を知らないと述べ、派遣村の取り組みを評価し、同省の対応を批判した。派遣村に手伝いに行った新党日本の田中、安夫は、その時の印象から、テントを張っている人々は突如企業から首を切られたような人ではなく、日々半売のような仕事をしている人であり、 日比谷公園に行けば、飯が食えるらしいぞと聞きつけてやってきた人が多かった。共に運動をしている日教祖や連合、共産党系の組合などは、いくつもある自分たちの組織の施設を解放するなど、やるべきことがあるのではないか、組合や政党が参加していたことに、違和感を覚え、村長の湯浅氏が考えていたことと違う方向へ、行ってしまったではないかと語った。美野門タは、 ミノモンタの朝ズバ。で、ハローワーク関係者から聞いた話として、求人はたくさんあると言うんですよね。だけど、あれがいい、これがいいと言っている。政府も努力をしなければいけないでしょうけれど、派遣を切られたりとか、職がないとか、という方たちも何か努力しなきゃいけないでよね。権利だけを主張して、住居を、食べ物をっていうけれど、仕事があるなら、 気に入らなくてもとりあえず仕事をしたらどうなのかと思うことがある。と語る。ただしこの発言に対しても批判もある。作家の天宮花りは派遣村の活動を高く評価し、自身も支援活動に参加した。2009年から10年の年越しは、日本政府の緊急雇用対策の一環として、全国各地で失業者の支援対策を実施。このうち東京都の 公設派遣村、正式名称は、失業者など、生活困窮者の年末年始を支援する東京都の、生活相談、宿泊提供の事業である。は、国立オリンピック記念青少年総合センターを会場として、12月29日から1月4日まで、失業者らの合宿所と食事をセンターが提供し、ハローワークの関係者らも訪れて、就職、就労、 住居の相談をしている。しかし、その多くは就職、就労、住居が定まらず、1月5日以後も合宿小別の都内公設施設に移して失業者支援に当たる。東京都は6日、宿泊施設外への仕事探しの交通費などとして、ほぼ全員に2万2000円を一括支給した。しかし、利用者562人のうち、約200人が東京都が禁じた。 無断外泊を行った。外泊の連絡は一部しかなかった。東京都は、利用中は生活再建に専念してもらう必要があるとして、無断外泊を禁止していた。また、一部の利用者が就活費を、酒代やタバコ代に充て、中には施設内で禁止されている飲酒を行い、退去処分になった悪質な利用者もいた。施設内で6から7日に支給された現金の盗難も、 数件発生。利用者の50代の男性が、アルコール性肝硬変により就寝中に死亡していた、ことが7日の朝に判明した。このことについて、作東の派遣村の実行委員らで作る、年越し派遣村が必要ないワンストップサービスを作る、会は、現金を持ち慣れていない人が多いだけに、一括ではなく、2日から3日分ずつ渡すなどの配慮が必要だったと指摘しているが、 細切れの支給は入所者に不便と意見したのも同会であった。ワンストップの会は、都の広報活動が不十分として、路上や公園でチラシを配布するなど、積極的な広報活動を行った。この結果、利用者が急増し、運営予算も当初、見積もり額の6000万円を大幅に上回り、最終的には1億円を超えた。 ユア誠マコトは最終的な利用者数は誰にも予測できなかった。都の職員は一生懸命に運営に当たったと擁護したが、会側からは都の見積もりが甘かったのではないかとの指摘された。また、会の活動に対して都の幹部からは役所の正月休みに生活保護申請を一斉送信するのは強引との指摘もなされたが、同会は失業が長期化している現在、 生活保護を使うしかないのに、一人で役所を訪れると、家族を頼れ、元気じゃないか、などと申請書の提出さえさせずにも前払いする、ケースが少なくない。と、集団申請の意義を強調した。施設への移動の前日に一部の入所者が、カプセルホテルに泊まることになったことから、他の入所者の不満が爆発し、暴動寸前の状況になったことから、全員が、 カプセルホテルに泊まることになった。しかし、利用者が給付金を酒代やタバコ代に当てたり、あるいは施設内で禁止されている飲酒を行い、退去処分になるケースもあり、メディアに大きく取り上げられた。一連の問題に対して、70件以上の意見が寄せられ、そのほとんどが税金の無駄遣いなどといった批判的な内容だった。また、利用者の中にも、 話していると就労意欲のない人が三分の一くらいはいる。施設では盗まれるのが怖く、現金を持ち歩けない。実際は、派遣切りなどではなく、一時金目的のホームレスのような人も多かったといった声が上がった。ワンストップの会は、マスコミに対しては、水に落ちた犬は撃てとの見出しで、壮大な荒探しの方移毛と批判し、特に、産経新聞と、 朝日新聞を名指しした。都の職員の中には、生活保護の申請が通りにくいと噂された国、申請をありふられた入所者から、差別するな。土下座して謝れ。と詰め寄られた者もいた。こうした状況については、利用者のうち傷病者への健康医療、サポートサービスレベルの低さもトラブルの原因となっているとして、ワンストップサービスを作る会は、定期的に、 各部屋を巡回して入所者に声かけ確認することや、医療受診希望が出た場合には速やかに医療機関につなぐこと、また、体調不良を訴えた入所者や受診した入所者に対して、後日経過を追って声かけ確認することなどを要請し、同時に救急医療が必要な入所者が救急車を呼ぶことを妨げた職員や、救急隊員から求められた救急車の同伴を断り、 救急車を呼んだので、責任を取れと相談者の胸をこずく等の対応した職員がいるとして、対応改善を求め、改善状況の明示と、当該職員の名前を明らかにし、二度と繰り返させないよう謝罪させることを求めた。東京都は、生活総合相談を1月15日をもって終了し、今回の対策事業としての宿泊場所と食事等の提供は、 1>, 1月18日をもって完了した。1月17日夜までに対処手続きを済ませた利用者は298人であり、同時点までの利用登録者562人の、進度は次の通り。1月18日の事業終了に伴う大田区の渚ぎ大量に際し、東京都側が準備したバスによる最寄り駅までの送迎を利用したのは264人であった。 鈴木渡は2009年以降から20代から30代の若年層による生活保護の申請が急増した背景として年越し派遣村を挙げている。鈴木は超党派の大物議員が年越し派遣村を支援したことが役所に申請を受理するお墨付きを与えることになったと述べている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。